ダンシングウィズザスターズは BBC ワールドワイドが制作するダンスリアリティ番組の一つ。ゲストの芸能人やスポーツ選手が社交ダンスの特訓を受け、ステージで勝ち抜きのダンス勝負を行う。イギリス BBC のストリクトリー・カム・ダンシングが本家である。アメリカ版は ABC で2005年6月1日より放送開始。現在の放送時間は毎週月。 火曜日。いずれも CBS テレビジョンシティから生放送。番組は有名人とプロダンサーが組み、毎週月曜日にダンスショー、火曜日にリザルトショーの2回構成されている。またこれとは別に、2008年冬にはスピンオフ番組、ダンスウォー、ブルーの VS キャリーアンが、2010年11月からはスピンオフ番組スケーティングウィズザスターズが放送された。日本では、 フォックスブス238でアメリカ版のタイトルをアメリカンダンシングスターとして日本語ナビゲーターをパパイア鈴木、シェリーが担当。オーストラリア版はチャンネル7ネットワークで放送されている。日本版はシャルウィーダンスオールスター社交ダンス選手権のタイトルで2006年4月8日より2007年3月17日まで日本テレビ系列で放送された。 詳細は当該記事を参照のこと。ダンシング・ウィズ・ザ・スターズがフォーマット輸出された国、地域その他、オーストリア、ベルギー、ブラジル、チリ、コスタリカ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、インド、イスラエル、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、メキシコ、ポーランド、ポルトガル、パナマ、ルーマニア、ロシア、 スロバキア、セルビア、南アフリカ、スウェーデン、トルコ、ウクライナ、フランスで放送されている。ありがとうございます。